こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです、今日はですね、いつものウォークマンとかカセットじゃないんですけど、これはね、シーラーですね。なんて言うんだろう、こうコーティングする、これはね、100円ショップで買ってきたシーラーのこうフィルムなんですよね。それでですね、こんな感じでですね、こうプラスチックでこう紙をですね、シーリングする機械です。これはオーム電機ってところのですね、 LAM-500S っていうものなんですけど、これですね、新品で買うと、だいたい1万円から1万4千円ぐらいしてたものみたいなんですね。で、以前からですね、この手のタイプ欲しかったんですけど、なかなか高いんで買えなかったんですよ。そんで、どうしたかというとですね、先日、長山のですね、ハードオフ行ってきたんですけどね、その時に見つけたんですよ。ジャンクコーナーのところがありまして、値段はですね、500円ですね。付属品としてですね、こんな、後ろにこうつけるトレーなんですけど、これがついてって、トリセツはないんです。箱とかトリセツはないんですけど、このセットで持って500円でしたね。それで、まあ動かなかったら、まあ修理してもいいかなっていう気持ちで買ってきたんですけども、ちゃんと動きましたね。それで、まあ中、ちょっと例によって、ここ今、ちょっとビス外した状態なんですけど、今電源入れてます。ここ電源と、この温度を変えるところがあって、ですね。そういうものなんですけどね。今ね、ネジ外してですね、実は中のホコリ、やっぱりホコリ結構っていうか、まあ、それほどひどいものではなかったんですけど、ホコリが入ってたんでね、それをちょっと掃除してあげただけなんですけれども、んで全然問題なく最初から動いてたんですよ。で、ちょっと普通にね、こうシーリングしても面白くないんで、こう中身を 見せながらちょっとシーリングしたいと思います。本当はですね、良い子は真似しないでほしいんですけど、これ今電源入ってるんですけど、このままビス取ってありますから、こう外れるようになってます。こうやって、はい、これでこう、まあ気をつけて外さないとダメですよね。で、これ温度ちょっと高めに今セットします。この辺調整した方がいいのかもしれないですけど、まあ高くやっても特に問題なさそうだったんでね、高めにセットしてちょっと踏みやすい位置に持っておこうかな。そしてですね、まあ今回はですね、100円ショップにもこうシーラーのラミネートフィルムって売ってるんですよね。これ100円ね。これは、はがきサイズで40枚入ってる。で、こちらの方が、A4 サイズで持ってですね、これは何枚だ ?11 枚入ってるんだね。ほんと、100円ショップって、まあ、便利で、こんなものもあるんですね。今日ちょっと、100円ショップ行って、あるかなと思って聞いてみたらあるっていうんでね、買ってきてみたんですけどね。ということでですね、早速ちょっとやってみますね。こう、後でちょっと上からも、写真撮りますけどね。今回はですね、友人の、画家の作品、これ今年の年賀状なんですけどね。これをですね、はがきサイズの、これはがきなんですね。はがきサイズのシーリングのフィルム入れてですね、ラミネートしたいと思いますね。あまり剥き出しでやるもんではないんですけども、これ簡単に、これ挟んでですね、こう入れるだけですね。まあ、入れるとですね、ぐーっと。こうずーっとこう、送り出してですね。で、これで、ここのローラーがあるんですけど、見にくいかな。後で上からちょっとやりますけど、ローラーでこう圧縮しながらですね、ここが熱ですね。これ、触っちゃダメですよ。ここのアルミなんですけど、ここがですね、かなり高温になってて、これ溶かしたやつを溶かしながらですね、圧縮してですね、圧着させて、これでいきます、これ。
分で使おうと思ってないんでね。このあちょっと曲げちゃったこれね、ま、曲げ今これ取るとき曲げちゃったんですけど、そのまま出した方がまっすぐになりますね。これこう持ち上げちゃったんで、これねちょっと曲がっちゃったんですけどね、こんな感じで試飲できます。それじゃあですね、ちょっとね、これもその友人が作った描いたね絵で持って、以前ですね、しおりを作ってみたんですね。そのしおりをまあちょっと3人ですね、このやつはね、まあちゃんとねじ締めてですね、友人の中にレンタルというかですね使ってもらおうと思っています。あ、レンタルって無料ですけどね、当然ね。自分の絵をねラミネートしてお友達とかですね知り合いにこう配ったりとかですねするみたいなんでね、ラミネートを使うことが多いみたいなんで、なんかこうどっかラミネートしてくれるところにお願いしてるみたいなんですけど、これがあればね自分で気軽にラミネートできるんで、これをプレゼントっていうかお貸ししておきたいと思ってる。よいしょ、よし、これでいいかな。はい、こんな感じでね、ちょっと上から撮れるようにちょっと今しますね。カメラをフリーにしてですね、ちょっとやってみますね。片手でちょっと難しいんですけど、よし、これでいいかな。はい、出てきましたね。これ通常はここの後ろにねトレイをセットしとくんで、そうするとですねまっすぐにこう、熱がこう抜けていくようになりますね。はい、こんな感じでね。はい、できましたね。よし。あ、ちょっと熱加えすぎてるかもしれないな。ちょっと調整がいるかもしれないですけど、まあちゃんとこうシーリングできましたと。はい、こんなところですね。こんな変なものもですねいろいろと分解したりとかしてますんで、チャンネル登録をお願いします。はい、ナオリンでした。失礼します。これはオークションには売りません。友人にお貸ししようと思ってます。はい、失礼します。ありがとうございました。